Thank you.
ゆくぞみほっぱいっていうね、ちょっと変わった曲なんですけど、ね、結構、メロディー的にはなんかちょっとおしゃれな感じないと、ね、なんかちょっと変わってて、最初やろうって言った時はね、変だなと思ったんですけど、やってみるとなんかなんか面白いんで、結構。僕らはオールドタイムいろんな歌を歌ってるんですけど、結構ね、僕らの歌う歌は放浪の人間というか、どうにもどうしようもない男だったり、そういう人の歌が結構多いです。仕事にも追いつかなくて、バックスに明け暮れて、お酒に明け暮れて、こんなよく歌います。その中でジャック・ブライアンの、トミー・ジャレルという人がね、それ聞いて、
きですけど、まあ、しょっちゅうゲップが出るようになったらもう終わりだなと思うんですけど、まだゲップが出るほどじゃないんですけど、でもやっぱり大体あの毎日こう薄暗くなるって、まあ、酒が飲みたいなと思う人と、もうそれでもアルコール中毒症候群というらしいです。まあ、僕はまあ朝からの、まあ、今日は何時から飲もうかなっていうことしてますけど、まあでもおかげでまあ今年なんてまだなんとか飲める。昨日も峰山に行って、大体そういうところへ行くときは、ね、僕は絶対この酒はしないとしています。っていうのはまあ自分が飲みたいからなんです。常に彼が誰と近くに行ってまして、セリエトブランス、酒飲む、飲まさせてもらって、なおかつ家帰ってこう、また飲んで寝たっていう感じです。でも早く。いつもね、大体まあ5時ぐらい目が覚めるんですけど、今日は4時半ぐらいに目が覚めます。じゃあ、もう一曲。じゃあさ、まあ、今のジャック・オブ・ダイヤモンドと一緒ですけど、やっぱり、まあヤクザモンドとか、ワイルド・ビル・ジョーンズです。この人は本当に無駄ソングの人なんですけど、人を殺してしまったんです。ワイルド・ビル・ジョーンズ。As the way down for fortune take me to walk and walk on the quiet Bill John. He was a walking on the talking bird to the other side. Beat him to leave her alone. ちょっと
簡単にメンバー紹介ってあんまりしないんですけど、うちの三男、三男です。うちの息子で、最高の息子です。
クリセイリンまあこういった、まあ、ムーダソングとか、まあ、結構たくさんあるんですけど、みんなこう昔からなんていうんですかね、こう対談版とかですけど、そんな感じでこう後世に伝えられていって、まあいろいろ昔のそういった事件ですね、そういった伝えられることが結構あります。そんな中で整理
僕もこう拒否反応示すんですよ。やっていくうちになんか面白いな。今度じゃあやってみたいと思います。ワインダースワイン。Any message?
Walking in my sleep, I've done the picture now, walk me in my sleep.